冷戦下よたび迎える第36回陸軍記念日には意義深い数々の催しが行われました。その一つ、約2000台からなる国防自転車隊の支柱大行進は竣工裏中の街頭に颯爽として繰り広げられ、実用自転車の国防国民的訓練促進の実を挙げました。